今回中国からあの CO2 レーザーのレーザーカッターを安いのがあったんで買ってみたんですけど、まあ、実際に中国製っていうのはどういうレベルなのかっていうか、どのぐらいのクオリティなのかっていうのが、まあいろんなブログとか書いてるのを見てると、まあ中国だなって感じなんですけど、実際にそれを写真じゃなくて物で見てみたらどういう感じなのかっていうのを、まあ今回動画にしてみようかなと思います。サンプルとして買ったのは、まあある通販サイトのあのアリエクスプレスって、あのアリババ系の通販サイトと eBay ちょっといろいろ見てみて、実際にその中で本体プラス送料が一番安くなるようなところで買ってみました。まあ評価とかそういうところ抜きにして、一番安いところで買ったら、まあ逆に言うと今回出てくるもの以上のものしかないだろうという前提で買ってみたんですけど、実際に届くまでにはまあその担当の人間とのやり取りもいろいろあって2週間ぐらいかかってますね。2月の二十何日に注文して1週間ぐらい反応がなくて、で煽ったらようやく動き始めて、まあ、フェデックスでまだ1週間弱くらいかかってるので、そんなもんですね。でフェデックスなんで、まあ日本のあの某猫ちゃんマークの宅急便屋さんとか、ああいうところと違ってサービスがあんまり良くなくて、うちはフェデックスから直送のエリアなんですけど、まあ時間指定とかそういう再配達とかも平日はもう全然時間この時間に持ってきてって言っても持ってきてくれないので、今回はあの日本に届いた段階でフェデックス側に電話して、まあ家の片隅にちょっと置いて帰ってくれっていう形を取ったら、まあ案の定結構すんなり分かりましたっていう感じで置いてってくれたので、まあ家に誰もいない人間でも、まあ前もって連絡さえすれば受け取ることができるかなっていう感じですね。それが無理だと、まあ鶴見だったかな、なんかあっちの方に営業所が一箇所あって、そこに取りに行くようなイメージになってしまうので、まあ、なかなか受け取りもクロスなんです。で今回は荷物も結構大きくて、重さは正味30キロぐらいで、大きさがケージでいうとこれ長い辺が85センチで、短いのが55の高さが30ぐらいなんで、まあ車で持って帰らないともうどうしようもないって感じですね。じゃあちょっと一回どんなものか開けてみようと思います。ネットで見てると、いきなり来た瞬間から壊れてるっていう人も結構多くて、この動画も今回の動画で終わっちゃうかもしれないですけど、実際のところはどうかな。ああで多分高いやつだと木の箱とかでちゃんとしたもので送られてくると思うんですけど、まあ値段が値段っていうか、今回値段大体本体は400ドルちょっとで送料は120ドルぐらいだったんで550ドルぐらいだったかな、それぐらいだったと思うんですね。これで壊れてなきゃいいんですよ。どうかなという。よいしょ。あ、意外と、意外と大丈夫な感じがしますね。あ、なんかちょっと思ってたよりも装備がいいというかグレードがいい感じですね。向きがちょっと逆でしたね。よいしょ、うん、ほら、うん、なんかこの辺の操作パネル系はあんまりもついてないシンプルなやつだった気がするんですけど、写真上は来てるのはなんかエマージェンシーボタンとかついてなかったのがついてたり、ファンがついたりとか、水温とか温度計もついてます、ね、まあ温度計がついてるかどうかわかんないですけど、メーターはついてます。悪くない、うん、ちょっと出さないとどうしようもないので一回段ボールから出します。